しかったです。あのその焦げの味とか香ばしが美味しいです。もう本当にお肉って感じ。もう何も違和感がないぐらい。これから地球がどん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 人口が増えた時に動物タンパクだけではなかなか難しいぞと、大豆は地球を救うぞっ